スティー・ライス・パンはイギリスのフォークロック・バインド。元フェアポート・コンベンションのアシュリー・ハッチングスを中心に結成され1970年にデビュー。イギリスの伝承音楽にエレクトリックギターを取り入れた音楽性。メンバーチェンジを繰り返しながらも現役バンドとして活動中。フェアポート・コンベンションを脱退したアシュリー・ハッチングスは1969年。 イングランド人夫婦のマディブライアーとティムハート、アイルランド人夫婦のテリー・ウッズとケイ・ウッズと共に、スティー・ライス・パンを結成。フェアポート・コンベンションと同様、エレクトリック・ギターを用いたトラットを試行したが、スティー・ライス・パンは、ドラマーを含まない編成を特徴としていた。バンドは、イングランド南西部のウィルトシャーで、共同生活をしながら活動し、1970年に、 デビューを果たすが、間もなく、ウッズ夫妻が脱退。二人は、ウッズバンドや、ゲイテリー・ウッズ名義で活動し、テリーは後にザ・ポーグスの正式メンバーとなる。バンドは、マーティン・カーシーとピーター・ナイトを迎えて、活動を続け、セカンドアルバム、プリーズ・トゥ・シー・ザ・キングで、全英アルバムチャートへのチャートインを果たす。しかし、自作、テン・マンモップ、 あるいはリザーバーバトラー試験度従来を最後に、アシュリーとマーティンの二人が脱退。リック・ケンプとボブ・ジョンソンを加えた編成で、2枚のアルバムを発表した後、スティー・ライス・パンは、同バンド史上初のドラマーとして、ナイジェル・ピー・グラムを迎えて6人編成となる。バンドは、ロック色を強め、ナイジェル在籍時としては、第1弾のアルバム、トーマス・ザ・ライマーはデビット・ボーイが、 サックスでゲスト参加。さらに、1975年発表の8作目、オールアラウンド・マイ・ハットは、前衛7位に達するヒット作となり、タイトル曲もシングルカットされて、前衛5位に達した。1976年には、ボブ・ジョンソンとピーター・ナイトが脱退。その後、ジョン・カーク・パトリックが加入し、また、1972年に脱退したマーティン・カーシーが復帰した編成で、 ストームホース10を発表するが、1978年には一度、解散。同年、マディプライヤーは、初のソロアルバム、ウーマン・イン・ザ・ウィングス発表。解散からわずか2年後の1980年、スティー・ライ・スパンは1974年から1976年に、かけてのラインナップと同じ編成で再結成。第一弾、アルバム、セールズ・オブ・シルバーは、 トラットソングが中心だった従来の路線とは異なり、バンドのオリジナル曲の比重が増した内容。その後もメンバーチェンジが続き、1982年にはティムが脱退、オリジナルメンバーはマディ一人となる。1995年、テリー・ウッズを除く歴代メンバー全員が集まってツアーを行うが、1997年にマディが脱退。ありがとうございます。